パナソニックパンサーズ対トーレアローズの一戦をお届けしてまいります。ファイナル6の進出チーム、ご覧の順位、これ確定になりました。ですから確定した中での今日のゲーム、いい印象をトーレとしては与えておきたいですね。そうですよね。ルジェのサーブ、これも直接返ってきました。さあチャンス、ここでどうするか、ミドルを使ってくるか。ここでアウントゥーを使ってきました。初めて真ん中の攻撃を使ってきた内定選手の酒井です。今度はルジェフェイント、直接返りました。あ、ここはうまく首役が山内に上げる形を取りまして、スピード感のある攻撃を見せました。ここで粘り強く戦っていけるかどうか。アウントゥー、酒井、ルジェブロック。ここでパナソニック初めてブロックポイント、クビアク。アウントゥーを狙います。酒井からルジェブロック。最後はパナソニック第1セット、ルジェをブロックで止めて25対21。アウントゥーを徹底的に潰してくる。さあミドルを使いました。これがダイレクト、久原ミスが出てしまいました。パナソニック連続ポイント。少し外に変化するボールでしたが、サービスエースで4連続ポイント。下がってたということですか。サービスエース、クビアクにサービスエース。今度はパナソニックが終盤に来てリードする展開です。久原のサーブ、アウントゥーを狙ってきました。ルジェブロック、大事なところで山内晃弘のブロックポイント。これもなんとか返した。アウントゥー、酒井ツーでいく。チャンスボールが返ってきた。酒井がどんなデザインをするか。ミドルを使う、最後はミドルを使ったんですがアウト。第1セット同様25対21、パナソニックパンサーズが取って2セットアップとなりました。5対5です。これもいいサーブ、大竹石井ブロック。美博が躍動します。これで5連続ポイント。さあブレイク成功の東レ、酒井のサーブが続きます。大竹、これもブロック。今度は伏見が止めました。2連続ブロックポイント。このセットは積極的にミドルを使ってきた。そのミドルで点を取りました。最後は真ん中伏見で点を取って2セットダウンの状況、第3セット取り返しました。これもブロック1枚で止めました。峰村が大竹を止めて3連続ポイント。さあ首役で点を取って、あっという間に点差が1点差に詰め寄っています。これがパナソニックの強さ。サーブは山内です。ネットに当たってイン、ルジェ、山内がつなぐ、首役から、これもよく決めた。今村がよく決めています。パナソニックが24対20、第4セットマッチポイントを迎えました。峰村、最後は久原、
首位をがっちりキープしたパナソニックがホームでレギュラーラウンド最終戦をものにしています。まだまだ、1位通過というものの、厳しい試合がまだまだ続きますので、もう一回気を引き締めて、昨日今日のようなゲームをしていては絶対に優勝できないと思うので、まずはしっかりと体と心の準備を、しっかりしたいなと思います。